加入初スタメンということになりました。結構いろいろと日替わり変えながらというメンバーですね。休ま、すことも必要な時もありますけどね、はい、まあドラゴンズの場合は 1,2 番が出てこの組になってなんとか返す、はい、そして中田と細川で長打を、そうですね、中田はやっぱり打点をね今9ですか、はい、今トップが10ですから、やっぱりランナーがいた時にはセンターから右に打って打点を稼いでますよね。タイプです。試合が始まります。ドラゴンズ先発ウンベルト・メヒアが1番の近本とまず相対します。初球から行きました。これはセカンド今日も田中です。今月の昇竜ユニフォームピンク色の鮮やかなこの上着に華やかな印象を非常に受けますと思うんですけどね、はい、ここはフォアボールになりました。非常にです。メヒア変化球捉え損なってピンク一色の ライトスタンドの前、上林が取りました。これで2アウト2塁となります。この既に19球投げさせています。8球目、これが結局ボールになりました。はい、スライダーを外にってもう外に気も投げてませんからね。あ、なるほど。あ、その外、そこの外にカット気味の球でした。右中間越えていく、早くポストに帰ってくる。2人目フォアボールのランナー2人帰ってくる。佐藤輝明がボース、先制の2点タイムリーツーベースヒット、先制の2点タイムリーツーベース。早速先手を取りました。ノイジー、これは上林の守備範囲ベアゾーンで取りました。しかしタイガース佐藤輝明先制の2点タイムリーツーベースヒットが生まれています。オープン戦で対面した時には挨拶言葉も交わしながらという三好です。ここはしかし空振りの後ボールが一塁に送られてアウト成立。コントロールというところがね、昨年素晴らしかった。その中で右方向へのバッティングでしたが、田中ライトフライでドラゴンズ早くも2アウトです。まあ、制球力です。大竹幸太郎、その外ライトの前に落ちました。ドラゴンズチーム初ヒット、3番高橋周平のバットからライト前ヒットです。ここは高橋周平の調子の良さですか、森さん。そうです。ヒッター中田、ただここはまずしっかりとスイングする。ちょっとここは上がりすぎたか。ノイジー押してくるボールを取りました。レフトフライ。1回終わって2対0タイガースが先制です。前回神宮で今シーズン初勝利、シーズン3試合目。初球、周平触れてます。早くも2安打目、ライト前ヒット2本。まあ先ほどはね、ツーアウトからでしたよね、はい、今回は先頭ですからね、これはもうここも一つのポイントを迎えています。まあこの辺はね、もうランナー出ても動くことってあまりないですからね、はい、あ、しかしここは大竹の低めのボール、ナイスボールで打ち取ります。フックアウトぐらいしかしてないと思うんですよ ね、はい。まあ、その辺の機動力っていうのはもう少し1、2番使ってもいいし、いろんなことしてもいいんだなと思うんですけどね、はい、外徹底の中で外角のボールを、ね、ライトフライ、さすがの大竹です。逆にそれがまたペースを狂わすような形、あ、ここは打たされたような、あ、当たんない。しかしタッチアウトになりまして、このピンチ事なきを得ました。大竹素晴らしい落ち着き、そして制球です。ランナーとしてレフトフライ、ナイス二塁への進塁、タッチアップがありました。その極み、中田が追っかけっこになりましたが、ここ田中のカバーも及ばず
記録は内安打ヒットですですよ。なるほど。ハートスタート前進、はい、二塁送る、二塁はちょっとクロスしたがフォースアウト、ね、進められませんでした。なるほどね。サード高橋周平がまあ連日の猛ダッシュといくらでもいらっしゃいといった感じのファール、いろんなファールでとにかく粘ります。先ほどの打席は実球投げさせました近本、緩いボールを引っ張った、おっ、中田鋭くハンドリング、363と渡りまして、ゲッツー成立。近本の打球を中田がきっちりと処理しまして、偵察打でメヒア、このピンチ切り抜けました。まずは田中メヒアがドラゴンズサイドは出塁できるか、今日になりますね。今日ですからさっきありましたが2度目ということになります。こうやって小さい体でこうコンパクトにしてくるようだったら嫌なのかもわかりませんね。投げにくいところありますか。左の大竹、あー、ストレートのフォアボールです。ね、初めてのフォアボール。見てた高橋の前にね、ランナーが出てくれるとつないで、ういうチャンスが広げて4番5番でいきたいよね、はい、そうですね。元監督としても苦しんだところであり頼もしさもあるこの高橋周平、今年はそのチームに貢献という打撃守備、開幕戦から存分に、今年のチームの得点の始まりはこの高橋周平からでした。打ちました、落ちる、田中リングスを受ける、三塁へ、一塁三塁、理想的な形で4番5番を迎えることになります。まずこのバッティング、森さん、いやもうこれはね、今日はもう全部2球目なんですよ、打ってるのは、ね、ああ、はい、初球全部ストライクなんですよ、その後の2球目全部打ってるんですけども、まあ、あのチャンスだったら打てないと言ってね、私言いましたけども、はい、こうやって打ってくれるんだから今の3番高橋っていうのがメインになってますよね。いやその危機感であり自分に何を求められているかっていうのは分かっての打撃、はい、でまあ、ここで本当ならばね、長打一発打ってるわけですね、ホームランスリーなんでいいんですけども、はい、スリーツーボールになりましたからね、はい、引っ張った、ファールボールです。おー、危うくランナーに当たるところでした。田中の身のこなし、ツーエンツー、この構え中田コンパクトに行ってセンターの前に落ちる、三塁ランナーホームに帰ってくる、1点返したドラゴンズ、中田翔センター前タイムリー。いやー、追い込まれたらコンパクトにまさに手下という感じの皆さんになりましたかね。そうですね、はい、あれを勝ってたら詰まってね、はい、多少やっぱり追っつけてますもんね。そういうことですね。森さんおっしゃった状況によっては、はい、ライトかレフトかということと根底狙いとしては一緒ですよね。それまではあのだけスイングして、ね、内野フライとか内野フライ打ってましたけども、はいはいはい、ここに来るとああいうことができるんですよね。そういうことですか。それがまさにドラゴンズに来てできること、ドラゴンズで求められていること、実現なるか。引っ張った、レフト前の三塁ストップ、高橋周平は三塁ストップ、すべての塁が埋まりました。満塁、チャンス広がります。はぁ、細川も何かこのスイングですね、ね、もちろん大竹勝ち投手の2試合続けての勝利の権利は持ったままではありますが、自分が残したランナー2人目の岡留に託すという形になりました。ですから呼び込むためのドラゴンズサイドは代打の切り札中島、まだ公式戦ではドラゴンズにやってきたヒットはありませんが、ここぞでの中島への期待感、自身は352塁打もあと1本と迫ります。1000打点もあと6に迫る中島、ここで登場。さあ見ましょう、初球から行きました。それ以外だったら内野は1点入りますからね、はい、ファールボールです。ノーアウト満塁です。
同点やむなし。ダブル。さあそしてドラゴンズにやってきてくれた中島の加入初打点、この場面で出るか。なんと取れたか。これは大丈夫か。鈍い音が響きました。デッドボールでもありますが、それよりも手の方は大丈夫か。デッドボールで、まあ、押し出し同点ではありますが、ちょっとこれは心配です。ピンチランナー後藤が行きます。中島自ら抑えていますが、ご覧いただきましょう。右手の手首外側あたりですか。指ですか。右手を押さえてますね。ピッチャー側左手ではなく右手。右手の小指。そりゃそうですね。ですからね。安全ですからね。まあ打たれちゃいけないし、厳しいところで投げなきゃいけないというですから。南が一声かける。さあお互いの思い。シフト流した。ベッドの前に落ちる。サコリランナーホームに帰ってくる。勝ち越し。またしても宇佐美勝ち越しのタイムリー。3対2メヒアをリードする宇佐美が、そのメヒアを援護する勝ち越しタイムリー。見事なコンビがまたドラマを生みます。逃げてくボールに、はあ、向こうへバット放り出すように森さん来ましたね。もう何ですか、はい、バットをね叩き打つ打つだけっていう感じね、はいはい、振るじゃなくてね、まあそういうところにやっぱりボール投げ出してますよ ね、 ね。そういうことですね。岡留としてはその逃げてくところ、宇佐美のバットが届きました。さあそして新加入押されてのこの守りですね。ノーアウトの対戦、はい、点はやれないとそうなりますけど ね、 ね、またチャンスが出てくるとあの十分ありますから、ね、はい、バコン体制の中でこれは打ち上がった。おっと内野陣の3人ともいますが大山取ります。これでワンアウト満塁と変わりました。一つアウトを取ったタイガースサイド。岡本としては今紙一重だったんですかね。どうですかね。そうですね、打ち上げてしまいました。さあそして今日スタメンを外れておりました村松がここで起用されます。昨日は大きな追加点、三遊間の流し打ち、見事なバッティングを見せました。ドラゴンズがひっくり返し、なおも満塁。ボールです。フォアボール、押し出しのフォアボールです。4対2その差2点となります。ここは最後ははっきりと分かるボール球になりました。ああね、これはもうね、もうないんですけどね、はい、もうフォアボールで勝ってるだけでも1点入りますからね。さあなお満塁です。ワンアウト満塁、三塁ランナー、ピンチランナー後藤、二塁ランナーは加藤拓磨、そして一塁ランナー村松、バッターカリステ途中出場、引っ張る初球サードゴロ、二塁を踏ん、二塁アウト、一塁転送、一塁もよくすくい取った。ここはダブルプレーにしましてなんとか食い止めましたが、しかしドラゴンズ大逆転、4年ぶりの6連勝を抜けて4点取って逆転です。さあドラゴンズの方は2人目、清水が今日もマウンドに上がることになります。森重勝さんの解説、実況宮部でお送りしています。
森さん、タイガースのリリーフのところで先ほどもありました、昨日も延長12回でね、つぎ込んでいるということがありましたが、ドラゴンズの方もですから、これ7回清水が今日またしてもそういうことになりますね。それはもうね、長いシーズン戦っていきたい。野手も投手も休ませながらというやりくりの中で、ここカリステを追っていって取りました。そして清水とのバッテリー、バッターアウトを取ります。今日加入初スタメン、即マルチヒット、ウルスとの戦いに活躍する山本が軽快にさばいています。あー、ここ見事です。清水がそのまさに流れをきっちりと手繰り寄せました。ホームピンクバージョン、ドアラさんの登場となります。ドアラ、今日の一言はこちらです。桜は散り始めてる、しかし昇竜湯には満開だということです。森重さん、さまざまな対決なども沖縄キャンプからございましたが、そうですね、はい、このいい意味でね、ドアラはいろいろやってくれるのは嬉しいんですけど、なんかこう最近何もやりませんよね。確かにそうですね、ドラムはどこ行ったんですか。そう、まあなんかさっきやってましたけど、もうこの辺でなんかいろいろ考えてやってくれるんじゃないかねと思ってるんですけど、なかなか、これはお見事、原口ナイスバッティング、ライト前ヒットです。期待された斉藤、一方のタイガースランナーを貯められるか。あー、ここはインコース高い、難しいところを打った、センターフライ、センター後藤がキャッチします。中野、良いだ、中田の動き、このピンチを斉藤が一人で切り抜けて無失点終えています。本当にその果敢通りの投球でね、そうですね、今こそ少なく、まあ完投はもしできなくても、はい、これは細川が打っていきました。そうですね、もう完投のかという可能性ぐらいまでというところだったんですが、怖いですね。今年やはり再三ご指摘のようにフォアボールからの流れ、のチャンスのランナー、ミヒアが2つ今日送りバントを決めていますが、後藤キャッチャーが取る、2塁をちょっと見ましたが無理、1塁へ送球する、後藤送りバント成功、細く ここは空振りの三振です。したいですからね、勝って知ったるピッチャー相手にということになりましたが、監督もその時も考えてると思いますよね。ですからそういった状況に応じての起用、自分も頭の印象ですからしっかりと考えた上でコンディションを整えて、もうそうしていかないとしょうがないですよね。そうですね、ここは打ち取った漆原、しかしドラゴンズに大きな大きな追加点が入りました、5対2、そしてライデルスタンバイです。
昇竜ユニフォームのまずこの4月最初水色に染め抜かれたユニフォームで守護神の登場です。実にも高い。さあ一方のタイガースは3番の森下から変化球から入りました。変化球で必要な時もありますよね、はい、ランナーが地面に打ってきたから。なるほど、はい、でもそういうこういうカウントでランナーがいない時に、はい、そこまでしてバッターと勝負するんだったら力でいってもいいよってところも、ね、はい、そういうことなんですね。セカンドゴロで2アウトです。この勝ち方、先発に勝ちをつけ、今日は逆転ですが先制してものにしてきたこの連勝。三振、最後佐藤輝明を三振に切って取った守護神ライデル・マルティネス、ゲームを締めました。この瞬間ドラゴンズ実に4年ぶり引き分けを挟んでの6連勝となりました。2020年の10月以来の4年ぶりの6連勝ということになりました。引き分けを挟んでその瞬間は昇竜ユニフォームを着たこのドームの中が桜満開、そんなゲーム日の6連勝となりました。5対2逆転でドラゴンズが勝利。今日も今映ったメヒアに先発に白星がついた。今ウィニングボールもらいましたね。中田のうまさ、勝負強さなども光るゲームとなりました。持ってて、ね、投げたとしてもですよ、さあ昇竜ユニフォームドームの中、場内がピンク色満開の中で華やかにヒーローインタビューが始まります。呼ばれてます。私周辺かと思いましたけど ね、 ね、もう1人まだ来るのか、2人ですか、何ですか、スタメン、はい、相手が古巣阪神でした、はい、どんな気分でした。まあ、そうですね、まあ、阪神と、限らず本当に出た時に、いい準備しようと、普段から、準備してきたので、それが、結果と、してつながったのが良かったなと思います。まあ、みんなが大竹投手に苦しんでいた中で見事なバッティングでしたね。そうですね、準備した甲斐があったかなと思います。そして、まあ、メヒア初回ちょっと、慌てた感じでしたけど、まあ、あとは立ち直って踏ん張って投げてくれたので、はい、よく投げたと思います。メヒア投手は2回以降は非常にいいピッチングでしたよね。そうですね、本当に持ち直して、はい、投げ切ってくれたので、はい、よかったと思います。さあそしてあの場面振り返っていただきたいんですが、中田選手が打ちました。で同点の場面が中島さんのデッドボールでしたよね。相当燃えたと思うんですけれども、どうだったですか。まあ、皆さんがつないでくれたチャンスだったので、まあ、なんとか1点取りたいと思って、はい、立ちました。絶対に返してやるという気持ちでした。絶対に返してやるという気持ちでした。そうですね、まあ、なんとか、はい、1点取ろうと思ってやりました。前回メヒア投手に勝利プレゼントしたのもやっぱり宇佐美選手ですよね。はい、僕の1点で勝ちました。今日もそうなりましたね。あ、僕の決勝だね。勝ちました。これはもうメヒア投手にだいぶ奢ってもらわなきゃいけないですね。いや、もう本当にはい、奢ってもらいます。今日はもう本当に綺麗なスタンドの色ですね。いかがですか。はい、桜満開って感じです。はい、じゃあお二人ファンの皆さんに最後一言メッセージをお願いします。はい、明日からも頑張るのでまた球場に来てください。よろしくお願いします。山本さん、実はドラゴンズ4年ぶりの6連勝なんです。立役者です。
や本当に一試合一試合、必死にやって、また明日も、勝てるように7連勝、できるように、やっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。どうもおめでとうございました。今日のヒーロー山本選手、そして宇佐美選手でした。6連勝です。今のお気持ち聞かせてください。いやもう正直に嬉しいです。今日はね先制されたんですけども、集中だと言いましょうかね、あそこで、一挙に逆転できたのが、最後の、山本の8回の1点も非常に大きかったですし、今日はもう最高の形のゲームになったのかなと思ってます。その本打ってね、はい、山本が3本打って9本ですからね。そうですね。もうこの出来から言ったら、はい、この山本高橋で、確かにね、宇佐美もいいバッティングしましたから、別に3人でもいいわけですけどね。そうですね。今日はもう、はい、勝ったらもう 今頃ロッカーはもう楽しくしょうがないですから。なるほどね。はい、逆に阪神の方はもうシューンとして気分になってしまいますけどね、はい、これはもうユニフォーム抜いて、はい、チップに行けないと思ってるんでシャワー浴びたらもう、はい、ちょっと変えないと、ね、次はまだ明日残ってるわけですから。そうですね。ここは昨年の王者、日本一のチームですから切り替えてしっかりと明日一つ取って、当然あれですよね、1勝2敗ということとズルズルとは全然違うわけで、はい、そこをしっかりと王者は見て明日背書きでも取りに来るということになるかもしれません。そしてお話戻して、3人揃ったからこうやって高橋が目立つんですよ。そういうことです。これ1人がダメだったり、2人がダメだったらもっとダメなんですけども、それが今うまくいってるんで、なるほど、一番目立つのは高橋だと。ますね、それはそういうチームになって。